そう、うん、俺より上のシュートを打てるやつがいい。また練習。そして俺の新しいシュート、ネオタイガーショットを生み出して世界一のストライカーになる。さすが重さ3倍、足への負担もけど、誰、松山、見すぎ。こんな時間に誰かと思ったら君たちだったのか。なんかすごい重いよ。そりゃもちろん練習。これからの俺たちはみんなの前でああ言ったんだ。僕はランニニューヒーローリーグ大会本番に向けて、それにチフォーメーションか。それにしても俺たち同じことを考えているらしい。ああ、そうらしいね。いや、まだいるみたいだぜ。ほら、もう一人来たぜ。やっぱり世界は広い。アメリカに来て世界一の選手になれた。そして翼、みんな、こんな時間に。それはきっと、え、ああ、そういうことだ。俺たちの思いはただ一つだろ。うん、俺たちが目指すもの、それは、全日本ジュニアユースの勝利。俺たちなら、僕も。君はまさか。久しぶり。やっぱり美咲。美咲、会いたか。翼くん、いいんだよそんなこと。またこうして会えたんだから。美咲、ついさっき。それにしてもな、うん、いろいろ悩ん、足を引っ張っ、大丈夫、また一緒に。うん、君は。こいつは俺の後輩だな。ほら、事故。丁寧にありがとう。僕は美咲太郎、よろしくね。よし、じゃあ。ああ、美咲くんも少し蹴っていこうよ。もちろんそうしたいけど、これから正式にチームに合流するために日本サッカー協会といろいろ手続きを。だからごめん。そっか、でも手続きが終われば、うん、僕もさ。翼くんと美咲くん、二人が、美咲太郎です。今日から。美咲、元気だ。背は伸びてるけど、それを言うなら。わしたちは初めて対。ああ、さあ次のプレマッチも目前に迫っている。はい。じゃあ二人一組、パスを出し合って最後にシュートだ。はい。よし、初めはつ、翼くん、美咲くん、翼と美咲、昔み、信じている。よし。ああ、おお、これは3年ぶりでも2人の息はぴったりだぜ。すげえ。
このスピードでパスワークが少しも乱れないたい。あったぼうよ。だからこそ二人はゴールデンコンビって呼ばれてるんだ。まさに今こ、美咲くんラスト。よし、シュート、ナイスパス、やったぜ。あのスピードに乗っ、さすが翼くんだ。それはよし、俺たちも気合い入れていこうぜ。ああ、俺もそのつもり。それ、ああ、監督。ん、次の試合、美咲くん、とりあえず。なるほど。それとは世界との差、翼くんと、さらにその方、自信があれば。君は本当に、いや、よくは。ありがとうございます。あとは才能は間違いなく。いいか、みんな、ここまでの戦いで世界の壁がいかに厚いものか肌で分かったことだろう。そこでだ、まず松山。はい。この前のドイツ戦、君がディフェンダーに回ってからディフェンスライン全体の動きが良くなり、チームだから今日の試合。はい。そして空いたミッドフィール、え、確かに君はチームに合流して間もない。しかし実力、それに翼のサポートをして一緒に中盤でゲームを作る上で君以上の適任はいないと私は考える。はい、頑張ります。大丈夫、美咲くんならできるよ。うん、翼くん。そして最後に、この試合君もスタメンで使う。手ぶたしさがあれば初スタメンでも臆することはなさそうだな。思いっきりやってこい。今日の相手ウルグアイは南米のチームらしい豊かなスピードとテクニックを併せ持ったチームだ。しかしそれにかき回されてしまうようでは大会相手のペースに乗せられず、自分たちのリズムをしっかり作って戦うんだ。いいな。はい。俺の憧れ、南米の国との初めての対戦。俺の南米スタイルのプレーは、彼もし通用すればブラジルでも。スタメンだが、あんまり喜びすぎるなよ。代表の選手は仲間。いいか、今日の相手はドイツどころかアメリカにも負けたようなどうってことねえやつ。まあ怪我にだけは気をつけて、取れるだけ点を取。よし、みんな、日本にサッカーってものを教えてやろうぜ。おう。さあ、全日本のプレマッチも残すところあと1戦。全日本はここまでの2戦、アメリカ、ドイツ相手にいいところなく連敗して、世界の壁南米でもく、なんと再びコンビを。一方のウルグアイもこの試合を勝って気持ちよく本戦を迎えたいところでしょ。さあ、プレマッチ第3戦、いいよ。今日はよろしく、いい試合にしよう。いい試合になるかどうかはそっちだ。お前らみたいなのが俺たちのスピードに、せいぜいボールは見失わないようにしろよ。くそ、やっぱり。翼くん、悔しい気持ちはわかるけど、
そう力ま、美咲くん、練習通りにやれば僕たちのサッカーはきっと通用するよ。うん、そうだね。やっぱり美咲くんがいると心強いよ。それは僕も一緒さ。ああ、日本の始まろうとしています。好勝負が期待できる両チームだけに誠に楽しみな一戦です。全日本対ウルグアイ、ここスタークラウンスタジアムのサブグラウンドは沸き返っています。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。この一戦にかける選手たちの意気込みがその表情から伝わってきます。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、全日本4人で中盤を構成する形になっています。我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。そしてアメーサイド、ウルグアイ、攻守にバランスの取れたフォーメーション。中でも注目のプレーを見せるのはデントリアのビクトリーノ君。まるで彗星のごときその俊足を生かした突破からゴールを落とし入れます。まもなくキックオフです。3年ぶりの美咲くんとのプレー、久々のこの緊張感。行くよ美咲くん。うん、翼くん、ほら、いや、行くぞ。一発のシュートでゴールを狙う。ゴールに飛びつく。キーパー止められない。サッカー俺の夢だ。おら、いや、行くぞ。ここだ。おら、それ、長いパスが通った。はぁ、ボールを奪った。ドリブルでボールを運ぶ。ここは抜かせません。やっつい
イスライディング。ここはパスを出した。敵陣へ攻め込みます。サーブを出した。激しいタックル。さあゴール前です。テレス君、ここは抜かせません。マクトリーノ君、素早く横にかわす。ガセノ君、このスライディングが決まった。激しいタックル。ユウくん、チャージが決まった。よし、行くぞ。パスを回す。マサオくん、スライディングでカット。よし、パスを出します。モリジムが突破。ゴール前に持ち込んだ。テレスくん、ボールを奪うことができません。シュートだ。ウルグアイ、ゴール前からどう展開していくか。ダイレクトでパス。それそれどうだ。ここは抜かせません。はスライディングで止めた。敵陣へ攻め込みます。狙いすましたパスを送る。やったぜ。ぶつかっていった。ダイレクト、パスを回す。パスを出します。それスライディングで止めた。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。ロドリゲス君、スライディングでカット。ウルグアイ、キャプテン自らによる1点突破で勝利を目指す。これが本物だ。ここで止めた。それヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。あっと奪い返した。マシアス君、横にかわして突破。ボールの狙いも届かない。横をすり抜けた。ビクトリー君、凶暴なシュートだ。キーパーごと押し込んだ。ビクトリーの君、キーホー、やったぜ。メイディー、ストラムあれね。ストラム、オラ、ストライ。ドリブルでボールを運ぶ。ここは抜かせません。パスを出せます。マサオ君、ここは抜かせません。やくらえ。もうこのイガーショットというゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。ここでパスカット。あーっと、この位置でパスカット。行くぞ。マクトリーノ君、横にかわして突破。センターラインを越えて攻め込む。チャージが決まった。ロドリゲス君、スライディングでキャット。横をすり抜けた。ジノ君、タックルも決めた。素早くつなぎます。ロドリゲス君、スライディングでカット。行くぞ。ビクトリー、見たか、これがわしのパワーよ。このタックルは不発に終わります。タックルを決めた。ドリブルで突破。ビクトリー君、センターラインを越えて攻め込む。横を振り抜けた。激しいタックル。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。かわして振り切った。体ごとぶつかっていった。パスを出します。鋭いスライディング。マシアス君、横にかわして突破。ビクトリーノ君、俺がエースキラー、そうだ、誠様だぜ。ちくしょう、翼と美咲がいてもダメなのか。俺たちっていかんな。翼とミサ、このままでは到底大会本戦。みんな落ち込むことはないよ。点差はともかく動きは悪くない。まだまだ十分勝つチャンスはある。後半も粘り強くいこう。翼、ああ、後半は頼んだよ。みんな、おう、さすが、これで若者のせい。みんな
チームはリズただそれにまよしおう激アゴで後半スタート。このパスをトラップ。翼くんボールの狙いも届かない。はい、アクロくんボールダッシュ成功。ロメロくんボールを奪った。アロンソくんパスを回す。それマサオくんボールを狙いも届かない。あっと奪い返した。ボールを奪った。キューバくんスルーパスを狙う。パスを出します。それここはパスを出した。全日本ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。キューバくんここでタイヤーショットだ。これは反応があるぞ。ゴール隅に決まった。よし決めたぜ。タイガーショット。またしてクリーンだ。ビクトリーノ君センターラインを越えて。これが本物だ。松山君翼ボールダッシュ成功。ここはパスを出した。ここでパスカット。翼君ボールダッシュ成功。おこのヒールリフトだ。横をすり抜けた。いくぞ。翼くんヒートアップシュートを放った。ボーラくん横に飛んだ。ボールはまだ生きている。ダニエルくんこれを待ったぜ。横をすり抜けた。そらビクトリーノくん素早く横にかわす。全日本慌てて守備に戻ります。ヒューラ翼ダイレクトパス。翼くんこのスライディングが決まった。やロドリゲスくん激しいタックル。ヒューガくんボールを奪うことができません。チャージが決まった。ヒューガはっ翼さんサンフェイスやっと奪い返した。このタックルは不発に終わります。カズオくんこのスライディングが決まった。ヒューガくんパスを回す。素早く横にかわす。やっやっ後半の15分を過ぎています。決勝の決着まで残すところわずか。翼くんゴール前に持ち込んだ。ゴールを狙う。パントキックどこまで運べるか。翼ヘッドでパスを送る。サンプレさあゴール前です。あとドリブルを見送る。チャージが決まった。ヒューガくんこのスライディングが決まった。チャージが決まった。スライディングでカット。よし横をすり抜けた。シュートまで持ち込めるか。シュートだ。ベガくんボールはまだ生きている。ボレーシュートだ。あとこれを弾いた。センタリングに合わせ空中でぶつかり合う。ヘルス君この対決をものにした。石崎君ボールを狙うも届かない。これが本物だ。スライディングで取れた。翼ここでパスカット。これが本物だ。スライディングでカット。敵陣へ攻め込みます。やゴール前に持ち込んだ。体でぶつかっていった。奪い返した。ここはパスを出した。さあゴール前です。豪快にシュート。必殺のシュートを放った。これはキャッチできない。ロドリゲス君こぼれ球をキープ。鋭いスライディング。ダニエル君ここは抜かせません。パスを出します。ミュー君ここで止めた。翼君これは南米式のドリブルだ。お箱のヒールリフトだ。翼君渾身のシュート。なんとかボールに食らいつく。これがネットに突き刺さる。これが俺たちの力だ。
ウルグアイ、キャプテン自らによる一点突破で勝利を目指す。このパスは通らない。チャンスが決まった。キューガ君、センターラインを越えて全力、全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。ヒューガ君、シュートまで持ち込めるか。ダニエル君、ボールダッシュ成功。いけ。マセアス君、ここはパスを出した。いけ。見事な逆転劇、最後まで試合を諦めず勝利をものにしました。